内科医なんですけれども、外科の先生は自分の手でしっかりこう手術とかをして治すっていうのはあるけれども、内科の医者はどっちかっていうと、お薬を出すとかお話を聞くとかっていう形で、直接診察はしてるけれども、ある意味自分で直接何かを治してるというよりは、お薬だったりこう自分の生活スタイルだったりっていうのを変えてもらってっていうので治療するんですよね。なので、そういう意味では自分の手で直接その体の改善とかをしてあげるっていうのがなかなかなくて、もちろん処置があったりはするんですけれども、そういう意味では自分が体を改善させてあげられるっていうその手技とか技とかっていうものを、技術をちゃんと自分の手に持っているっていうことをしたいなと思ったんですね。で、診察の時間には実際はちょっと時間がなくてできないかもしれないんだけれども、そういうことができるっていうことが自分の中でも診察する時にプラスアルファになるんじゃないかなとか、いざとなったら全部じゃなくってもそういうものをちょっと診察中に取り入れてリラックスしてもらってみたいな感じで、体調とかを良くしてもらえたらいいなっていうのもあって、ちょっとチャレンジすることにしました。